遠藤正明は、日本の男性歌手。宮城県石巻市出身。愛称は父ちゃん、チ・イニーなど。キャッチコピーに、オール・ウェイズ・フル・ボイス、アニソン・界の若獅子などがある。校舎については、20代から30年近く経過しても、なお呼ばれ続けている。ハイウェイスターに所属している。宮城県石巻高校卒業後に上京。当初は、横須賀市で、 ザ・ヒプトンズというバンドを組んでいたが、解散と共に1993年にアコースティックデュオ、ショート・ホープスを結成する。オーディションにより、バースデーソング音楽出版に所属する。後に、スティープル・ジャックに改名し、レッド・ウォーリアーズの小川清をベーシストに迎え、トリオで活動する。百九十五年に、音楽プロデューサーの井上俊治の誘いから、アニソン歌手として、 ソロデビュー。同時に、影山博信のライブに、コーラスで参加し始める。1996年に、スティープル・ジャックを解散する。1997年に、影山博信とのユニット、鋼鉄兄弟で、鋼鉄2号に変身するという役回りを演じた。また、この年にバンド、スピリットレベルを結成するとともに、テレビアニメ、勇者王、ガオガイガオ,オープニング主題歌。 勇者を誕生。を歌う。この曲がきっかけで、アニメソング界でも有名になる。2000年に、ジャムプロジェクトの立ち上げメンバーとして参加するとともに、バンド、ブラインドピックを結成する。2003年にバンド、アイスバーグレタスを結成して、念願のソロファーストアルバム、チャックリックを発売する。この年に発表した、爆竜戦隊、アバレンジャーは、 歴代スーパー戦隊シリーズ主題歌の中では売り上げ、第1位になる。2011年には、ミサトアキ、北谷博ロ遠藤の3名で、SV トライブとしての活動を開始する。バンブー、山県和ン、鷲崎県ザと、遠藤会を結成。元は単なるのみ仲間で、この集まりを遠藤が総称していたに過ぎなかったが、2013年には、ライブ、遠藤会プレゼンツ館祭りを開催。 2014年に4名でユニットとしてテレビアニメ健全ロボ大ミダラーのオープニングテーマ健全ロボ大ミダラーで CD デビューした。なお彼らには歌ゴリラ先輩という愛称で呼ばれることもある。ボイストレーニングをしたことがない。ボイストレーニングしない理由を歌は人に教わるものではないと個人的に思ってる。と語っている。なお自身の YouTube チャンネルで ボイストレーニングを体験したところ独学で、ボイストレーニングのテクニックは身についており、講師の先生からもびっくりされた模様。スパロボージー、ネットラジオ、うますぎ、ウェーブのコーナーがきっかけで、カバーアルバム、エンソン、エンソン2が発売される。体力、筋力は、常人以上で、前世紀の握力は 90kg 以上であり、これは、片手でリンゴを握りつぶせるほどである。 高校時代は、ラグビー部だったらしく、前世紀の脅威は120センチメートル以上である。現在は105センチメートル。また、逆立ち腕立て伏せが可能であるなど、屈指の肉体派である。ポッチと茶豆という犬を飼っていた。また、影山博信と共に、飴男と称されるためか、両者のブログで、互いの飴男ぶりをいじり合う記事が多く見られる。アニメソングや、 ゲームソングを数多く手掛けているが、実際にアニメを見たりゲームをする、水木一郎などと違って、それらについての詳しい知識を持っていない。誕生日が、後藤優子と同日。東日本大震災の際に、母親が一時期行方不明になったが、後に無事に再会している。しかし実家が津波により半壊するという被害を受けた、ため、住んでいた母と、 兄は2014年8月に家を新築するまでの間、仮設住宅で生活したという。これを受けて、遠藤は、アニソンで東北を元気にしたいと、ライブ企画や、物資支援したりと東北の復興支援をしている。生放送でライブ映像を流した際、すさまじい方向によって生放送の映像と音声が入力型になり、乱れたことがある。ライブ出演時は、 基本ロースリーブ。毎年12月に全国各地でキャンプというコンサートを開くが、その時だけスーツを着用する。オリジナルアルバムアコースティックアルバムカバーアルバム。ありがとうございます。